心を高く上げて神様を賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。God bless you. 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心、体とすべての営みが守られ支えられ、喜びあふれるように私は祈ります。 God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. God be with you. 神の見守りがいつでもあなたの上に注がれますように。あなたがどこにいるとしても、何をするとしても、いつでも神様が共におられますように私は祈ります。 God be with you, 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 God be with you. 礼拝唱詩を皆さんで読み交わしましょう。神よ、あなたの公正を王に。神があなたの民を義をもって、山々丘々は義によって民に平和をもたらしますように。貧しい者の子らを救い、彼らが一月の続く限り、彼は牧草地に降る雨のように、彼の世は正しいものが栄え、彼は海から海に至るまで、ご邪魔ください。お祈りいたします。天におられる全能の父なる神様、今日聖日の朝、みんなで一緒に神様を礼拝する時を感謝いたします。神様をたたえて、私たちが喜びで満たされる時を与えてください。今この教会でお祈りをする時、あなたが私たちの願いを聞いて答えてくださる時でありますようにお願いします。人生の決断の時を迎えている人には、あなたの導きをしっかりと確信できるようにしてください。結婚を考えている人には、主の導きが分かるように道を備えてください。また日々の生活を守ってください。病気の人の体調が整えられて、痛みが和らぐように助けてください。仕事を探している人は、良い仕事が与えられるようにしてください。また、ストレスを受けている人には、あなたが助けの御手を差し伸べてください。学校の勉強で悩む学生には、
知恵と知識を上より与え、あなたに祈って勉強する心を教えてください。私たちに問題があるとき、心にある悩み、重荷をあなたが和らげてください。生きる目的、生きる喜びを与えて、いろいろな悪の攻撃より私たちを守ってください。この教会、小さな群れである日御部を守ってください。移民社会の生活で主の栄光を表す器として、この教会をお使いください。一人でも多くの人が導かれて、あなたを信じることができるようにお願いいたします。聖霊の神様、今ここに臨在して、この礼拝を祝福してください。すべてを主に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを一緒に捧げましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を拝読いたします。創世記24章42節から49節。こういうわけで、私は今日泉の傍らにやってきて祈っておりました。主人アブラハムの神主よ、私がたどってきたこの旅の目的を、もしあなたが本当に叶えてくださるおつもりなら、私は今ご覧のように泉の傍らに立っていますから、どうか乙女が水を汲みにやってくるようになさってください。彼女にあなたの水がめの水を少し飲ませてくださいと頼んでみます。どうぞお飲みください、ラクダにも水を汲んであげましょうと彼女が答えましたなら、その娘こそ主が主人の息子のためにお決めになった方であるといたします。私がまだ心に言い終わらないうちに、リベカ様が水がめを肩に乗せて来られたではありませんか。そして泉に降りていき、水をお汲みになりました。私がどうか水を飲ませてくださいと頼みますと、リベカ様はすぐに水がめを肩から下ろして、どうぞお飲みください、ラクダにも飲ませてあげましょうと答えてくださいました。私も飲み、ラクダも飲ませていただいたのです。これは神、あなたはどなたの娘さんですかとお尋ねしたところ、ナホルとミルカの子ベトエルの娘ですと答えられましたので、私は鼻輪を鼻に、腕輪を腕につけて差し上げたのです。私はひざまずいて主を伏し拝み、主人アブラハムの神主を褒めたたえました。主は主人の子息のために、他ならぬ主人の一族のお嬢様を迎えることができるように、私の旅路を誠をもって導いてくださいました。あなた方が今私の主人に慈しみと誠を示してくださるおつもりならば、そうおっしゃってください。そうでなければそうとおっしゃってください。それによって私は身体を決めたいと存じます。これは神様の御言葉。神に感謝。Thank you.
ございます。結婚の話はみんなそれぞれ違います。有名人の結婚の話はネットで検索すると結構ですね、みんな読んでるんですね。どうやって出会ったか、接点は何だったのか。で、今でもですね、天皇陛下と雅子さんの結婚の話はネットでアップされて、昔の写真からですね、アップされるんですね。若い頃の出会い、海外に留学していたので2人はですね、その話があったんですね。でも付き合うには立場上うまくいかないからちょっと無理かなと思った時に、当時皇太子がですね、諦めきれないから結婚するんですね。まあこんな面白い結婚話はみんな興味があることで、何回聞いてもああと思うとこです。今日の聖書の話もそういう面白い結婚の話のところなんです。何回読んでもすごいなと思うとこです。アブラハムは神様と特別な契約を結ぶ特別な人でした。その息子イサクが結婚するとなると立場上これは大事です。みんな理解しています。アブラハムの子孫は空の星のように海辺の砂のように多く多くなるんです。だから家族が多くなっていくんですよ。そして世界の人が祝福を受けるという、まあ、大きな恵みのバトンを受けるイサク息子です。そのワールドミッションを分かる人じゃないとちょっとお嫁さんには無理です。信仰者の人じゃないとお嫁さんには無理だろう。神様のワールドミッションを受け継ぐため大事な結婚でした。で、ここでですね、神様が 100% この結婚を導くというところを今日読んだんです。神様ってちょっとよく言ったの、ギリギリに祈ったらギリギリに答えをくれるじゃないというとこなんですけど、これは正反対で、祈ってる最中アーメンと言わない時からもうさーってうまいことことが進んでしまうとこなんですね。で、神様っていうのはそういうこともおできになります。3つ今日見ます。長いとこなので、皆さんお家に帰って今日の聖書を読んでみてください。ちょっと前からその頭でずっと話が続くところです。いっぱいポイントがあるけど3つ今日見ます。信仰の家庭と娘をアブラハムは探したんです。故郷に行ってイサクの結婚相手を自分の親族から探すことに決めました。天地を創造した神様を信じる家族の中から選ぶと決めたんです。誰でもいいじゃなかったんです。さて、誰になるか分かんないけど、一応ですね、最年長の信頼しているしもべが選ばれまして、イサクの嫁探しに行くことに決定しました。で、この人はですね、エリアゼルという人は家の財産を管理しているんですけれども、まあ、相当信頼されている、アブラハムはお金持ちかって言ったらお金持ちじゃないし、超お金持ちなんです。皆さん超ですよ。そのすべての財産をすべて管理しているんです。それは嫁探しはですね、お金の計算している方がもしかしたら簡単かもしれないぐらいストレス重圧を感じるとこです。で、彼は行くんですけれども、どこに行くか、アブラハムの兄弟ナホールという人がいました。そこはどこに住んでるかといったら、メソポタミアの北の方にハランという町があったんです。その町の近くに住んでいました。ウルという町に生まれ育ったアブラハムは神様から呼ばれてウルを出たんです。
そしてお父さんと一緒に出て行ってハランという町に来た時に、そこでね大金持ちになってしまいました。すごいとこです。その後兄弟もやってきたというのが分かります。で、創世記の22章の20節にイサクが生まれた後にナホルはベトエルという息子がいて、そのベトエルという息子にはリベカ、ラバンという子供がいた孫の話も出てくるんです。だからね、家族はちょっと離れていてもお付き合いがあったんです。親族はお互いにどういう子が生まれてという知っていたんですね。アブラハムっていうのはイケてるおっちゃんでした。まあ信仰の父ですけど、当時ですよ、お父さんの面倒を見た息子でした。親の面倒を最後まで見た息子でした。そして一人兄弟が亡くなってるんですね。その子供がいたんです。その息子をですね、甥っ子を面倒を見て育てたんです。だからお父さんの親の面倒と亡くなった兄弟の子供の面倒を見た、本当に故郷では面倒見の良いおじさんだということをみんなが知ってるんですね。それも神様を信じて第一とするおじさんです。信仰の人だよあのおじさんはというのをみんなが知っていました。尊敬されていました。神様の祝福を受けるおじさんでした。それも本当に祝福受けて大金持ちになりましてですね、力もあったんです。町で戦いが起こるでしょ、戦争だ、ロトがいじめられたっていう時、アブラハムはね自分の、働いている人を集めてみんなで行って勝利を収めるぐらい力もあったんです。そんな大きな一族を築く長でした。だからそのアブラハムおじさんの息子の結婚だよといえば、だいたい故郷の人は分かるんです。さて問題は、どうやってそのイサクのお嫁さんを探して誰なんだろうと分かるのか、こんなミッション本当に成功するのか、そんな簡単に結婚の話がまとまるのかです。で、どうしようと思うときはどうすればいいですか、皆さん。お祈りをするんです。だからここでしもべは神様にお祈りをしました。私の主人アブラハムの神様、もうねアブラハムが信じている神様を働いている人もみんな信じるぐらい、アブラハムはそのぐらい信仰があったんですね。私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのなら、私は泉のほとりに立っています。今そこに立ってたんですね、井戸のとこに。そこに乙女が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水がめからちょっと水を飲ませてくださいと言います。神様、私こう言うからねと言ったんですよ。言葉まで全部作って、その人が私に、ああどうぞお飲みください、私はあなたのラクダにも飲ませますと言ったなら、この人こそ主が私の主人の息子のために定められた妻でありますようにと祈って神様の介入を求めたんです。このミッションの成功は神様が来るとこのしもべは分かっていました。まあ、成功するなら神様の導きがなければ絶対人生無理。でもね、相当細かいお願いですね。指示がめちゃくちゃ細かいです。まあ、分かりやすいです。水の会話をすると、そしてそのやり取りで決めるからね神様と言っていたんです。本当にそのようになるんでしょうかと、祈りが終わっていないのにですよ、アーメンという前に夕暮れ、水を汲みに町から女性たちがやってきました。水汲みの時間だったんです。祈りが終わらないのに、言った通りにリベカという女性がやってきました。それでね、お水くださいって言ったらね、ああ
そりゃあげますわと、もう優しくくれるんです。それプラスですよ、お祈りしてた通りにラクダにも水をくれるんです。いやすごいわと思ったんです。でも言えないからね、ドキドキ心の中で、聖書はこういう様子を見るんです。彼は本当にそのお祈りの通りかな、本当かいな、本当にこれ神様が成功させてくれると思っていたんです。そしてですね、あなたはどこの誰ですかと聞いたらですね、アブラハムの甥っ子の娘だったんです。うわ親戚だ、これはやった、話は決まったですよ。神様の驚くこんな導きの話、リベカはね、まあ一緒にお父さんとそしてお兄ちゃんのラバンに会って、それをしもべが話したんです。祈って願って神様がすぐにリベカを目の前に送ってくれたんです。これは奇跡です。そうするとですね、普通こう言いますよ、疑う心が出るんです。それ本当かいなって。でもリベカの家族はみんなこう言ったんです。うわーこれは神様から出たことです。家族は神様の導きをしっかりと受け止めたんです。リベカさんも信仰によってイサクの妻になるんだというのを受け入れたんです。家族もリベカさんも神様から出た導きを知ったんです。これは主に導かれた結婚だと確信を持ったんですね。まあ、だいたい疑う心が出るとこで、なんやねん、本当かいな、本当にアブラハムかいな、それって本当に神様なんているんかという、一つもここに疑いの心がなく、みんな一緒に信仰の確信を持った結婚でした。二つ目です。親切な女性を祈ったんです。この使者はイサクの妻が親切な女性である、人格的に優れた人であるようにと祈ったんです。だから神様にね、ああ神様、親切にしてくださる女性を与えてくださいとお祈りしていて、アーメンという前に井戸のとこでことが起こったんです。井戸は村の人が集まる場所です。普通町の外側にあって、そこには道があるんですね。歩いてみんな水を汲みに来ます。家に持ち運べる量です。だから朝1回、夕方1回、1日2回やってきます。そこではみんな水を汲みに来るので、お友達にも会えるし、新しい人が引っ越してきたらそこで出会います。リベカは1日2回家族のために飲む水を汲みに来ただろうと思われます。で、当時ですね、疲れた旅人がいたら水をあげるカスタム、しきたりがあったんですね。リベカは、あ、誰かいる、旅人だと分かった時に水を汲んであげました。すいません、水をくださいと言われたらね、いやだよって言わないでちゃんとあげたんですね。まあこれは分かる、しきたりだから OK です。でもリベカはですね、ラクダにも水を与えますねと言ったんです。これはちょっとエクストラです。心が優しくないとできません。なぜならラクダって大きな動物なので、水を飲むって言ったらね、大量に飲むんですよ。それも1頭じゃないんです、何頭いた、10頭もいたんです。ということは1頭調べたら、だいたいいくら飲むかって100リットル飲むんですね。100リットルですよ皆さん。じゃあ1000リットル、10頭だから1000リットルの水を彼女汲んであげたっていうんです。大変な労力でした。私は1ガランの水を買うとき1個ずつ運ぶんですね。重いじゃないですか1ガラン、4リッターも入ってるんですよ。これね、
4リッタルの1ガロンの水を何回1頭のために運ぶかって25回です。10頭いたから250回も運ぶ。ほんなの無理ですよ皆さんね。なんか2、3分では終わらないんです。リベカは嫌がらずにこれをしてあげました。しもべはお祈りをしたんです。こういうふうに優しくしてくれる人が欲しいと。でもね、彼は、あ、顔が綺麗な女性を送ってくれとは言わなかったんですよ。そしてお金持ちな女性を送ってくれとも言いませんでした。でも祈った以上の答えでした。リベカさんはね、めっちゃくちゃ綺麗だったそうです。綺麗って書いてないです。とても綺麗だった。町でもとびっきり綺麗な 女性でした。祈ってない答えがここにも与えられてますね。結果オーライです。3つ目です。素直で従順な女性を願わないといけませんでした。自分の町を家を出て新しいカナンの地にやってこないといけませんでした。さあ結婚の話は決まった、さあ結婚だって言った時、このしもべはね、早く家に帰るように言いました。この良い知らせをアブラハムに報告したかったんです。神様がすごい成功を収めてくださった、導いてくれた、これをですね家に持って帰るんですね。でいつかって言ったら、明日の朝家を出ますって言ったんです。次の日の朝ですよ。って家族は言ったんです。それはちょっと待ってくれって、10日間一緒にいてから行けばどうかって言ったんです。まあ10日ぐらいだったら家のもの準備してみんなとさよなら行ってと、いろいろあるでしょ。で女性っつうのはね、すぐに行きますって言って準備できないんです。いろいろスーツケースに入れたりして時間がかかるね。まあそういうことで10日間一緒にいた後って言ったらですね、まあそれは無理、明日って言った時、リベカがこう言ったんです。無理な願いを聞いて素直にそのしもべと一緒に行きましょうと言ったんですね。素直な性格でないとここの話はスムーズにはいかなかったんです。一緒に来てくれないなら問題だというのはね、もうアブラハムとしもべは話していて分かっていたんです。結婚はしてもここに来てくれなければ問題だ、他の地で暮らすにはダメなんだよということは一つのポイントとして上がっていたんですね。アブラハムの家は大きな家でした。働き人が多く400人はいたんです。この大きな家でいろいろある大家族っていうのはね、揉めるんですよ皆さん、わかります？みんながいろんな意見を持っている。素直な優しい性格でなければこの家で入ってくるには難しいです。素直で優しい人は大家族ではやりやすい。このしもべさんよく知ってますね。付き合いがこれから長くなるお嫁さんを迎えるのに、で自分がですねやっぱり毎日会って顔会って話す付き合いになるので、やはり一番は顔ではなく信仰と性格です。優しさ、従順であって素直であるか、あと神様をきちっと信じてやっていける人であるかです。それが第一でした。イサクさんの結婚、神様の技です。 100% 神様がアーメンと祈り終える前に全部動いてやってくれた技です。さてイサクさんは結婚した時40歳でした。でね、40歳と思うでしょ。アラブの人に聞いたらですね、ほぼ40歳は普通なんですって。今でもアラブの人は若くして結婚をしないそうです。落ち着いてから結婚するってことですね。でアブラハムは何歳だったかって言ったら、お父さんは
140歳です。サラはもうお母さんは亡くなって3年経っていました。この寂しくなった家に神様が慰めを与えたんです。この結婚はイサクを本当に慰めたと聖書は教えています。悲しみのあと、主は慰める時を与えてくださいます。信仰のある優しくて美しい女性が家にやってきたんです。主の導きは良い結果になります。感謝する結果になるんです。お祈りいたします。天のお父様、あなたが与えたイサクの結婚は全部が神様の技で素晴らしい結果を与えてくれました。主が私たちが祈るときに素晴らしい導きを持って良い結果を与えてくださることを感謝いたします。一人一人が今祈るときに、どうぞこの教会で祈るときに、あなたが良い導きを持って良い結果を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立できる方はご起立ください。長くならないように最後のとこですね、とうとうイサクとリベカが会うとこで、リベカはラクダから降りるって聖書に書いてあるんですけど、これヘブル語の原文でですね、これヘブル語の神学校の先生が言ったんですね。彼女ね、降りたじゃなくて落っこっちゃったって書いてあるんですね。で
あの人があなたの旦那様ですよって言われた時にですね、ああって言ってゴトンって怒ったって面白いじゃないですか。焦ったのか驚いたのか、まあ怒ってしまったという逸話が聖書の中にあります。それほどですね、もう本当に神様の導きにみんなが焦って、すごい成功だ成功だって言った時ですね。家に帰ってこの2章を読んでみてください。素晴らしい神様の働きが読めるところです。で、結婚を考えている人はですね、神様が顔じゃなくて性格だよ信仰だよっていうのを教えているというのをよく分かってみてほしいと思います。それではお祈りして終わります。私たちのために素晴らしい計画、導きを与えてくださるそのイエス様の恵みと、父なる神様の優しい愛と、聖霊がくださる親しい交わりが一人一人の上に今週一週間もありますように。アーメン。